この家にはおばあさんと一緒のあなたが住んでいます。おばあさんはとてもおばあさんです。すぐに8歳です。よくは元気な男の子です。猫は毎日おばあさんに抱かれてるのよと言っていました。おばあさんはだって私は98歳だもん。98歳のおばあさんが抱かれてるよ、知らないわと言われました。猫はそれでも元気に抱かせるよ。そしておばあちゃんは窓の下に椅子に座って畑を取れたらおばあちゃんを見たり手切りに落ちたりします。だって私は98だもんね。僕は毎日たくさんの楽しみを確認して世界を作ります。おばあちゃんは猫に言います。なんてお前は魚か料理なんだ、魚釣りか料理なんだ。泳いで取るのかい？どこの川で取るの？取るのかい？猫はおばあちゃんに、おばあちゃんの一緒に釣れば僕が魚釣るよ。魚を取るところを見られるかなと思いました。さて今日はおばあさんの99歳の誕生日です。おばあさんは朝から天使を作りました。猫はおばあさんの作る天使が大好きです。おばあちゃん天使を作るの上手にね。だって私はおばあさんだもん。おばあさんはケーキを作るのが上手な犬よ。おばあさんは猫に言いました。ろうそくを買ってきておくれ。99本だよ。ろうそくをくれなくて。本当のお誕生日じゃないの。猫はろうそくを買いに来ました。急いで急いで大急ぎで大急ぎで行きました。テーブルの上に普段通りのテーブルカフェをかけてマウスでボートを出します。その時猫は大きな声で泣きながら帰ってきます。猫は左手に破れた袋と右手に洋食をごっそり持っていました。猫はあんまり急いでいたのに川の中に洋食を落としてしまい落としてしまったのです。僕はおばあさんの顔を見て前よりもっと大きな声で落ちてしまいました。おばあさんはがっかりしました。ご飯だって前よりもっと。さあ洋食を上手にケーキにかけておくれ。ご飯だって前よりもっと。おばあさんは明かりを消してろうそくに火をつけました。あたりが明るくなりました。おばあちゃん数えてと
と猫が言いました。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。ろうそくを数えると本当にお誕生日の気分になるわ。おばあさんはもう一回数えました。1歳、2歳、3歳、4歳、5歳。5歳のお誕生日おめでとうと自分で自分にお祝いしました。お祝いを言いました。猫がもう一度数えました。1歳、2歳、3歳、4歳、5歳。5歳のお誕生日おめでとう。おばあちゃん、本当に5歳だ、5歳なの？そうよ、だってちゃんとろうそくが5本あるもの。今年私5歳になったよ、なったのよ、と言いました。僕と同じ。そして2人は美味しいケーキを食べて寝ました。次の朝、猫は帽子をかぶって長靴を履いて魚釣りに出かけました。おばあちゃんもおいでよ。おばあちゃんは、だって私5歳だもの。あら、そうね。5歳だから魚釣りに行くわ。と言って、おばあさんは帽子をかぶって長靴を履いて元気よく猫と一緒に出かけました。野原はとっても広くて優しい風が吹いていました。おばあさんはもう長いことこんな遠くまで来たことはありませんでした。花がたくさん咲いていました。おばあさんは花の匂いをクンクンかけながら、5歳ってなんだか蝶々みたい。ずいぶん歩いて川に来ました。猫はぴょんと川を飛び越えました。おばあちゃんもおいでよ、と猫は誘いました。だって私は5歳だもん。あら、そうね、5歳だから私も飛ぶわ。おばあさんは飛びました。5歳のおばあさんは、94年ぶりに川を飛び越しました。5歳ってなんだか鳥みたい。向こう岸に着きました。そしてもっと川下の広い川の方まで歩きました。猫はズボンを脱いで川に飛び込みました。ああ、いい気持ち。ああ、いい気持ち。おばあちゃんもおいでよ、と誘いました。だって私は5歳だもの。あら、そうね。私も入るわ。と言って、おばあさんも長靴を脱いで川に入りました。あら、スカートが濡れるわ。と言って、おばあさんはスカートを持ち上げました。前掛けの中に魚が1匹入っていました。あら、私なんと魚釣りが上手なんだろう。5歳ってなんだか魚みたい。おばあさんが立ち上がると、前掛けの紐が水の中に入りました。すると前掛けの紐に1匹ずつ魚がぶら下がってきました。あらあらあら、私なんて魚釣りが上手なんだろう。おばあさんはすっかり夢中になって魚を取りました。5歳ってなんだか猫みたい。猫もおばあさんもたくさん魚を取りました。ねえ、私どうして前から5歳にならなかったのかしら。来年のお誕生日もろうそくを5本買ってきておくれ。とおばあさんは言いました。でもおばあちゃん5歳でもケーキを作るの上手。猫は少し心配そうに聞きました。